登る靴店スーパージーセットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、登るさんのコーナーです。アウトドアコーナーです。ごめんなさい、今ねちょっとねスルスルスルって入ってきましたね、今ね。すいません、はい、鶴巻登るです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、ケイソン、うん、ケイソンね、ケイソンね、何でしたっけタイトル。風を探してですね。はい、今日のゲスト、はい、藤沢、うん、カリフォルニアサーフの、うん、遠藤さんです。えんちゃん、お久しぶりです。よろしくお願いします、ね、また呼んでいただいて嬉しいです。私もお世話になります。はい、純レギュラーですね。純レギュラーです。そう、ね、今日7月15日、うんうんうん、16日、うん、今日は15日ですよ、はい、しっかりしてくださいね。湘南海岸は台風スエルが入ってて、うん、行ったんでしょ、うん、一応ね、なめに行きました、はい、行きましたか。やってきました。肩、頭、セット、頭オーバ ー、 大きいですね。朝一は風が微風で、うん、結構グッドコンディションだったんですけど、うん、もう今となってはもうダメ、風ビュービューで、まあ、ダメですね。今すごい吹いてますもんね。そうなんですよ、はい、じゃあまあ朝地元の人のが行くって感じが多いかな。いや、でもまあ好きな人はみんな行ってますよね。そうですか、うん、そうですね、はい、11号でした。で、まあ、12号もね来てるんで、うんうん、まあ、このまんましばらく波はあるんですけど、うん、風が合わないねっていうところで、あの風の弱い日を狙っていきましょう、うん、弱い朝ですかね。朝ですね、うん、はい、はい、まあ、そんなこんなで、はい、今日、えんちゃん遠藤さんに来てもらったのが、うん、7.20 の、うん、海の日のイベントの、詳細告知をしていただこうではないかと、はい、よろしくお願いします。毎年恒例で、はい、開催させていただいて、もう毎年でもう何年ぐらいやられた、4年目になるんです、ね、あ、そうです、もうオープンした時からってわけではなくて、オープンした時からではないんですけども、それもでも、継続して、で、去年の開催の時には、はい、内海さんのスペシャルライブをやっていただいて、ね、それをぜひ今年も、はい、喜んで、はい、わお、なので、まあ、7月20日、海の日のイベント、はい、まあ、去年と同じようにですね、スーパー G さんとカリフォルニアでコラボレーションした、うん、サップの体験会ですね、はいはい、一応そちらの方と、うん、あと、宇宙海さんのアフターアワーライブという形で、大きく分けて2本立てでイベントちょっと開催しようと思ってますんで、サップは予約入れてねって感じですよね。そうですね、そうです、まあ、事前に連絡があった方が、ボートのね、うんうんうん、数もあるし、エントリーの数も。エミちゃんはその時インストラクターやらないんですか。うん、はい、撮影班します。いやだ、そんな違う、ね、インストラクターしますからですよ、ね、インストラクターですからね、はい、僕はインストラクターじゃないんで。いやいやいや、手取り足取り、はい、サップアソシエーション公認ですから。わお、公認インストラクター。はい、ね、ね、楽しみにしてます。はい、ね、うん、ぜひ一緒に楽しみましょう、ね、うん、まあ、9時スタートで2時間ぐらい、うん、ちょっとサップ乗ってもらってって感じですよね、うんうんうん、台風はどうなんですか、そういえば、うん、ね、ちょっと心配なんですけど、まあ、天気もあるだろうけど、台風の余波が、厳しくなければ、うん、江ノ島あたりで、そうですね、海の方で東浜海岸というところで予定はしてるんですけれども、うん、はいはい、やっぱりまあ台風抜けてった後ぐらいになるんで、うんうん、まあ、風とかまあ影響が何かあるようでしたら、まあ、一応川の方で、はい、あの上流側の方で、サップっていうのはあんまり波がない方がいいんですか、そういうわけではない、うん、あのサーフィンやるのは波ですけど、波ですよ、ね、ツーリングとか、あと初体験、うん、あ、初体験っていうんですか、あの体験講習だったら波ない方がいいですね、うん、ですよね、うん、なるほどなるほど、はい、もうベタなぎの穏やかな方がいい、はい、穏やかな方が、そうです、うん、はい、それもやっての、はい、そこから移動してカリフォルニアに行く、はい、でもしかして、うん、EM の団子を作ってるおじさんがいるらしい。あれ、皆さんもご存知の人ですね。聞いたふうなこと。団子おじさんだ。団子おじさん。おじさんという。噂の。巷では EM さんと子供たちにも言われてる人なんですが。そうですね。はい、まあ、この番組にもね、縁があった方ですからね。はい、名前呼びかけちゃいますよ。柴さん。柴さん。ね、多分聞いてるかな。お願いします。すごい。みんな。だから今日お団子が届くということで。はい。お店の方に届きますので。ありがとうございます。
任せて、まあ柴さんも来てくれるんですよ、ね、もちろんです、ね、柴さんありがとうございます、ね、久しぶりですから ね、楽しみ、そろそろ恋しくなったんじゃないですかこっちは、あ、それもあるかもしれない。でもこの EM 団子投げも毎年恒例で、うん、開催してるんで、まあ皆さんで ね近所の子供たちもね手伝ってくれるしね、そう、みんなでちょっと投げて、うん、楽しみです、はい、ちゆみさんライブの、はい、前にになんかバンドの方がやっていただける、はい、そうなんですよ、七里ヶ浜クリーンコミュニティという、ビーチクリーンを七里ヶ浜の方で毎週日曜日にやられてる、代表の池田さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方々が、バンドを組んでらっしゃる、玉手箱楽団ですね、はい、この方々はキャロルのすごくファンということで、何か一曲、ね、さっきも、ね、ちょっと練習してやっていただけるう、もう一曲です、ね、まあ何曲って言ってもそれができるかどうか分かる、私がで分からないませんけども、ね、うん、まあ一緒にね遊べたらいいなと思いますね、ぜひ楽しみにしてます、楽しみにしてます、いや豪華ですね、でもね、ビーチクリーンをやってらっしゃる、そうですね、毎週日曜日に、七里ヶ浜って言うと、じゃあ鎌倉の方ですか、そうなんですよ、じゃあ僕と同郷じゃないですか、あ、でもそうですよ、僕もだから僕は材木世界じゃない、でも、はい、やっぱり同じようなもんですね、いくつぐらいの、実は僕の高校の同級生で42なんですね、あ、そうですか、はい、まあ、43になると、じゃあ、まあ、キャロル世代ではないですよね、うん、キャロル世代ではないです ね、でもそれはまあ有名な世代をまたいでま す、ね、よく存じ上げます、ありがたい話でね最高です、あ、そうですか、じゃあ楽しみにしてます、ね、でも本当に楽しみにしてます、まあ、この日は一日のイベントになるんですが、そうですね、はい、また皆さん、のんびり過ごすもいいしね、そうですね、いろんな遊び方あると思うんで、ね、でもね、ビーチクリーンと、ね、環境浄化と、合ってますよね、そうですね、すごくね、この番組のね自体がそういう趣旨もあるから、ラバンドピースといい同じ空にしたということで、まあ、全部つながってるってことでね、昨日も夜中にね、コンタクトって映画やってたんですよ、俺あの映画大好きなんで、見ちゃったんだけどね、まあ、あれもテーマとしてはそういうところにあるんじゃないかなっていう気がいたしますけどね、余計なこと言っちゃいました、あと何かありますか、告知的なものは、もうしっかり喋っちゃいましたね、喋っちゃいました ね、大丈夫です ね7月20日ですね、またもう天気を祈って、何時頃にっていうのなんか決まってるんですか、タイムスケジュールは、サップは9時集合ですね、9時集合です、カリフォルニアの店舗に9時集合です、あ、なるほど、はい、そこから移動していく、はい、で団子は団子投げが13時、13時、はい、はい、でライブが、はい、ライブは15時ぐらい、はい、でなんかあれなんですよね、食べるものとかは、そうですね、パラダイスアーレって鎌倉のパン屋さんが、ケータリング持ってきていただいて、あらら、楽しみですね、でもまあ僕たちがサップから帰ってきたらもう全部食べちゃって、もうなくなってる可能性もあるけど、終わっちゃってますかね俺も去年いた時カレーがね玉ねぎしか入ってない残念でしたね残念でしたね、まあ、美味しかったですけど、玉ねぎ体にいいですからでもパラダイスアレのパン美味しいですよ ね、はい、私もね帰って食べました、お店はどこにあるんですか、材木座の近くですね、鎌倉の連売と呼ばれる元、市場ですね、はいはいはい、あそこのところにの中でやってる、そうなんですか、はい、すごいヘルシーなパンで、もううちの実家のすぐそばです、はい、ピーをやってくださる、そうです、ね、あ、そうですか、ケイちゃんのがやってるパン屋さんです、本当、それが食べられるのですごい皆さん楽しみに、あ、まあ、俺の友達にも連絡しとこうかな、もちろんです、ぜひもう盛り上がりましょう皆さん ねという感じで、はい、ありがとうございました、忙しいのケイちゃん、ね、楽しみにしておりますので、ね、はい、7月20日海の日です、よかったら遊びに来てください、ゴーゴー、ぜひぜひ、はい、はい、というわけで今日のゲスト、ね、こてつ、よかったですね、こてつさん、もう若いのにね、しっかりしてますっていうか、ハーモニカ、ちびさんとのライブも良かった、いや、もしあれだったら YouTube で楽しみに見てください、ね、はい、来週はゲストはいないので、ちびさん、選曲でまったりいきたいと思います、行きますよ、はい、それではまた来週、はい、バイバイ、また CCR、ありがとうございました、海の日よろしくね、バイバイ、ありがとうございました、お疲れ様です。